セントルイス美術館は、ミズーリ州セントルイス市、ホレストパークにある美術館。セントルイス美術館の歴史は、セントルイスワシントン大学の一部である、セントルイススクールミュージアム・オブ・ファイン・アートとして1881年により、始まる。建物は1904年のセントルイス、万国博覧会のために建てられたものである。 1909年より、ワシントン大学から分割されて、シティアートミュージアムとなる。ヨーロッパ絵画の中には、ティツヤーノ、バルトロメオ・マンフレディ、ジョルジョ・バザーリ、ティントレット、エルグレコ、ジョシュア・レノルズ、レンブラント、ジャン・シメオン・シャルダン、フランソワ・ブーシェ、ジョン・マーティン等を所蔵。近代絵画からは、ギュスターブ・モロー、ジャン・フランソワ・ミレー、ポール・セザンヌ、エドガードが、マックス・ベックマン、 ポール・デル・ボー、マックス・エルンストなどを見ることができる。また、ジョージ・ケ・レブ・ビンガムをはじめとするアメリカ絵画も有している。彫刻には、オーギストロダン、ヘンリー・ムーアなど。現代デザインには、吉岡特人のハニーポップ。ありがとうございます。